こんにちは、速稼塾の久保です。まあ絶対という言葉はね、絶対にないというふうなね、こんなロジックがあるわけですけども、未来がどうなるのかはなかなかわからないということ、まあそれを指してですね、まあ絶対はないよと。要するにビジネスにしても投資にしても人生にしても未来のことはわからないんで、絶対はないんだっていうのは油断するなってことでしょうね。ああもうこれで自分は大丈夫だ、レールに乗った、目標達成だっていうふうに慢心してはならないっていうことなんですよね。裏を返すようですけども、自分が目標達成をしようと思ったり成功しようと思ったら、やっぱりこれだけは絶対に叶えたいなという自分に対する強い思いが必要ということなんですよね。でも多くの方はそう心に強く思っていても、いろんな事情でね、自分の目的目標を先延ばしにするんですよ。これがかなりね、問題が大きいなと思いまして、諦めたわけじゃないけども先延ばししちゃうってことなんですよ。要するに先に延ばすと、自分はその目標を諦めてない、目標は消えていない、先延ばししただけなんだって思っちゃうんですよ。ですので私はね、期限を設けたら、期限から後ろにずれたら、その時点でもうご破産だなと思ってるんですよね。人生には限りがあるからですよね。いつかこうなるぞと思っても、そのいつかっていう日が近づけば遠のくみたいなことで、ゴールポストを動かしちゃいけないんですよね。前倒しになることはあっても、後ろにずらしてしまえば、それは全くキリがなくて、できてないってことなのかなと思っちゃいますよね。そしてですね、そういった期限の基準が一つあるんですが、もう一つはね、やっぱりね、明確に自分の成功モデルを作っていないということがあります。多くの方は多分、成功って何？っていうふうに聞くと、いや、成功の概念難しいからね、とか、成功は人それぞれだから、というふうに、結局は曖昧なままなんですよ。で、私はね、何をもって成功するかってことはもうすでに決めていて、何回聞かれても同じように答えるんですよ。まあ一つはですね、経済的な自由があること。金銭的な自由ですよね。そして二つ目は時間的な自由があることなんですよね。この二つをちょっと解説すると、経済的な自由ってのは、何かね、自分の欲することがお金によって解決できることの連続であることなんですよ。ちょっとお金がないからやめとこうかなとか、お金がないから後回しにしようかなっていうものが一つでもあるときは、それはお金の自由がないというふうに考えてますね。まあ具体的な金額で言うと、これはね、5億円ぐらいじゃないかなと思いますね。とりあえず私の40歳の人生で、で、ローンも何もなくて、物質的にほとんど満たされていて、5億円あればあとは残りの人生は、まあまあやっていけるんではないかなと思いますし、逆に言うと私の欲望の価格っていうのは、今からですね、おそらく30年前後、人生を使い果たすまでに全部使って5億円もあれば十分っていうふうな計算をしてるってことなんですよね。そしてその5億円を稼ぐためにどうすればいいかってことなんですが、これが関わってきますのが2番目、時間的な自由です。私はこの5億円を作るために、微対一文時間を使うつもりはないんですよ。そういう意味で言うと、時間的な自由が失われるようなお金の稼ぎ方はもうしないってことですよね。正確に言うと、時間を奪われるというよりも、お金のために仕方がなくその時間を投入するってことはないってことですよね。例えばこの YouTube 活動、まあ花レオマさん、その他とも様々なやり取りをしてますけども、これが時間を使ってるかっていうと、客観的には使ってますけども、私の人生で使いたい時間なんですよね、これは。まあ、ですんで、他の優先順位が出てくると、急に中断したりします。例えば、ライブ放送中でも、ヤマト君がワーンと泣けば、ライブをやめて、そっちの方に行くとかね。そんなことがありますね。で、私は、どちらかというとね、人付き合い人脈ってのを縮めてきて、ここに来ました。まあ、隠居なんで、ほとんどの人間関係はないわけなんですよ。私が唯一人間関係があると言えるのは、YouTube を通じての人ばかりですね。リアルでの人間関係はゼロと言ってもいいです。YouTube で撮影することを除くと、私は人に会って何か会話をするってことが家族以外はないんですよ。毎日そうです。だから誰とも接触しないですね。それこそ、半径2キロ以内の人、全く関わらないですね。ほとんど買い物も通販ですね。まあ人間関係があるとしたら、配送の人が玄関に来て、サインお願いしますと。はい。と、ハンコ押す。以上ですね。まあ、それですらなんとか排除したいなと思うぐらいですけども、
まあこのぐらいは残ってもしょうがないかなと思いますね。金銭的な自由、時間的な自由、そして3つ目は組織に属してないってことなんですよ。私は唯一組織として属しているのは速稼塾ですね。自分で作った組織に属していますけども、私はこの速稼塾の組織の属し方ってものすごく好きでですね、それは何の縛りもないんですよね。属していない人と属している人との差がないんですよ。まあですんで今日もね、速稼塾じゃない方、沖縄の方からご相談いただきましたけども、まあ熟成じゃないとか関わらず、まあ返信をさせていただいてね、まあ厳しめのアドバイスもさせていただいたってことですよね。まあコンサルフィーなんて全く取らないですけども、どこのコンサルよりもズバッと真実をついたものになってるんじゃないかなと思います。はい、それでね、4つ目、成功の条件、4つ目はですね、まあ、バッシングを受けてないってことですよね。正確に言うと、バッシングをされているようなものに見に行かない、触らないってことですね。でこのバッシングを受けてないってことの中には、まあ久保哲郎詐欺師みたいなキーワードもあるんですけども、私はね、やっぱりね、悪いこと言われる時もあるんですよ。そのたんびにそれをネタにして、久保哲郎は詐欺師という動画を作ることにしてます。そうすると検索するたびに私を悪く言う動画が出てくるんですけども、上位表示されるのは私の作った動画ばかりということになるんじゃないかなと思ってますね。まあこれはね、冗談のような本当の話ですけどね。以上のような4つが綺麗に揃った時が成功というふうに言ってますかね、私の場合は。まあ具体的な金額と期限を決めるなら3年で1億。これが私の一番最初の成功でした。それはすでに2015年に達成しました。あとはだから付け足しになるんですよね。なんか成功はすでにクリアして、今は新しい成功、そういったものに移行してるかなってところです。いつまでに何かを掴みたいっていうのはもうないです。すでに満たされていますんでね。あとは、一日も長く健康でいたいってことぐらいになっちゃうかなと思いますね。まあ、ですので、成功は、ある程度達成すると、あとは曖昧になっちゃうんですね。ただ、4つの概念は、ずっと同じ、維持できているかなと思います。まあ、ですんでね、まあ、これから成功をつかみたい方は、少なくとも何をもって成功とするのかという形の、その遠くの山に旗を立てるっていうことをしなければ、まあ、たどり着く先がなくなっちゃうのかなと思いますね。まあ、その辺ね、曖昧にせずに、いつ聞かれても、パシッと答えれるように、まあ、練習しておけばいいんじゃないかなと思います。もちろん、成功っていうのは、違う形に変更することもあり得ますんでね。まあ、けど、達成するまでは、同じモデルを持っておいてほしいなと思いますけどね。はい、それじゃあ今日はこのぐらいにしときましょうか。成功の概念は、この4つ。もうね、遠くの山に旗を立てて、あとは足元のことを一つずつこなしていけば、自動的に到達するということでございます。成功の概念、ね、今日は4つ申し上げましたけども、前回の私のね、動画と合わせてお考えいただければと思います。そうですね。まあ、明確に成功のモデル持ってないと、それはたどり着かないですよね。まあ、でもここを曖昧にする方多いんじゃないかなと思います。あ、そうだ、プラスアルファでいきましょうか。サラリーマンには戻りたくないね。その考え方、なくはないですけどね。まあ、サラリーマンもでも、いろんなフェーズがあってですね。私はサラリーマンをやっていて、思ったのは、サラリーマンってのは、まさに、絶対に目標達成するっていうのがミッションなんですよ。上司から与えられたノルマ、期限、付き合い、すべてクリアして次の一歩がある。サラリーマンはね。サラリーマンってのは、やることが明確になってるんですよ、いつも。そして明確になった目標を達成すると、次の一歩が踏み出せると。次の一歩が踏み出せると、また明確な目標が与えられて、期限が与えられ、それをノルマ以上にこなしたところに、また次の一歩が開かれた。行き着く先はその会社の支配者なんですよ。サラリーマンの最終目的地はその会社の経営権、いわゆる代表取締役に上り詰めることなんですよね。課長、島耕作ではないですけども、すべてのサラリーマンにその道が
もう用意されてるんですよ。で、最もミッションに忠実だったたった一人がその座につけるということで、まさにね、社会の縮図なんですよ。サラリーマンを嫌で会社を出て社会の中でやることっていうのは結局サラリーマンなんですよ、ね、会社の中にいるサラリーマンっていうのはやることが明確に指示されるだけで、会社を離れても結局は明確に誰からも指示されませんけども、自分で見つけないといけないと。自分で見つけて、その見つけたミッションをクリアするから次の一歩が進んで、月収が上がり、自由度が上がり、最終的にこの社会の中に君臨できるんですよね。まあですんでね、最も独立した道で成功しようと思ったら最高のサラリーマンになることかなというふうな感じですよね。サラリーマンもサラリーマンのプロフェッショナルになるのは、これは並大抵ではないですね。まさに一人で稼ぐ道と同じ困難が待ち受けていると思いますね。それでは本日は以上です。